世界の平和を守る人、えっと、妻 JK 魔法少女リリちゃん魔法少女を名乗りカメラにポーズを決めていた金髪の女は今日伸びた黒髪に眼鏡をかけ別人のような姿で法廷に現れました自らをらを頂き女子リリちゃんと称していた渡辺麻衣被告。 名古屋市の女子大学生の被告が男性2人から現金合わせて1065万円を騙し取った事件で詐欺の手助けをした罪に問われ今日の裁判にかけられましたその手助けとは詐欺マニュアルの販売です。 魔法とはお金に困っていることを伝える言葉です渡辺被告が作成したマニュアルその中でターゲットとなる男性おじとのメッセージのやり取りで恋愛感情を巧みに揺さぶり困っているふりをして金を騙し取る方法をこと細かに記していました 今日午後2時半過ぎ名古屋地裁には83の傍聴席を求め100人以上が列をなした注目の初公判裁判の冒頭裁判官から名前などの確認を求められた渡辺被告は名前は渡辺舞です。す今、決ままった住所はありますかないです。 仕事はしていますか。してないです。そして、起訴内容について、間違いがないか問われると。いや、ないです。はっきりとした声で、起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で。風俗店で稼いでは、ホストに金をつぎ込んでいた被告は。 男性客の心を満たすと金を騙し取れると知ったなどと指摘。ありがとうございましそのことをいただき女子と呼ぶようになり、詳細な方法を SNS で販売するようになったとマニュアルを作るようになった経緯を説明しました。海底から10分ほどで前髪を触り始めるなど裁判に集中していないような仕草を見せていた渡辺被告。 来月の裁判では自身が50歳の男性から現金およそ3800万円をだまし取った罪について審理される予定です。